っとガサッと上がってほしかったけど、うん、ちょっと丸め、成形丸めで締めすぎたかな。さあ、これをサンドイッチにしよう。こんにちは、ビアンキーの平岩です。前回、前々回とね、クリームパン、チャバタと作ってきましたが、まあ、やっぱり基本はパンドミになるので、今日はまたパンドミを作ります。パンドミ作ろうと思って材料を測ったんですけど、粉が2割ほど足りなくて、いつもより2割少ない分量の生地でいきます。そうするとね、型に対しての非溶石、非溶石分かります？これまあちょっと大事なんですけど、非溶石がまあ合わなくなっちゃうんですよね。まあ練習なので、生地作り、ここにテーマを当ててギュンギュン回して、生地をきちんと作って美味しいサンドイッチを食べるというのが今日の目標。頑張る。うん、伸びる。これはこね上がりでしょう。こね上がりはちょっと高い、 28.8、 厳しいな。ちょっとこね上げが広いので、丸めずに平たく伸ばして一次発酵を取ります。丸めていきます。だいぶちょっと生地少ないですね。少ない、 170g 分割になる。ベンチ終了。ちょっと非溶石が合わないですけど、仕方がありませんと。こんなんが足りなかったからね。小さいけどこれで二次発酵を取ります。焼けました。まあ非溶石合ってないんでねっていうのはありますが、ちょっとホワイトラインが弱いかな。もっとガサッと上がってほしかったけど、うん、ちょっと丸め、成形丸めで締めすぎたかな。粗熱が取れたのでサンドイッチにします。まずパンの出来だよね。どうかな。うん、やっぱりちょっと詰まってるちょい詰まり気味だね。まあでもまずまずかな。うん、でも詰まってる割には香りがいいので、結構火はちゃんと入ってる感じなんだよね、不思議なことに。さあ、これをサンドイッチにしよう。
自家製のドレッシング。おお、跳ねちゃった。で、トマト。ちょっと量多いかな。はい、トマト。で、チキン。簡単だね。もうバターもいらない。とビネガーのドレッシングだけです。よいしょ。おい、こんな感じ、こんな感じ。美味しいでしょ。よいしょ。うん、いただきますということで、このサンドイッチ美味しくいただいてます。鶏肉のサンドイッチってフランスでは結構メジャーで、まあプレって言うんですけど、どこのパン屋さんに行ってもだいたいツナとハム、それから生ハム、この鶏肉プレですねのサンドイッチっていうのは置いてたりします。サンドイッチっていうと具がメインのような感じがすごくしますけど、まあ、僕はやっぱりパンの生地とこの具のバランスの取れてるサンドイッチがすごく好きで、今回で言えば小麦の味とか香りがして、まあ、それがちゃんと具と一緒になっててですね、美味しくいただきました。今回はまた基本に立ち返ってパンドミを作ってみました。まあ、クリームパンもチャバッタも、まあ、作ってて楽しいんですけど、やっぱり技術っていう点でいくと、やっぱりこのパンドミがきちんとできているということがすごく大事になりますよね。まあ、自己採点で50点なんで決していい出来というわけではないんですが、なりに、まあ、生地はこねられていたかなという感じのパンの焼き上がりだったと思います。ビアンキーラボ、まあ、これからも新しいパンを作ったり、まあ、基本に立ち返ってこのパンドミを、まあ、ちょっと極めるためにね、頑張ったりということで、繰り返しやっていきたいと思ってますので、これからも応援の方よろしくお願いします。まあ、ぜひね、今回良かったなと思う方はグッドマークとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。